おはようございます。冒頭にお時間を頂戴いたします。この度は一部週刊誌報道におきまして、私事でお騒がせをいたしまして、皆様にご迷惑ご心配ご心痛をおかけし、誠に申し訳ございません。私自身自らの行動をしっかりと深く反省し、自戒の念をきっちりと持って、改めてまた日々を務めていきたいと思っています。また与えられていただける仕事に対しましては、しっかりと真摯に真面目に一生懸命全力でこれまで通り挑んでいきたいと思っています。そして何よりこうして一日をまた与えていただいていること、このことへの感謝を忘れずに過ごしてまいりたいと思います。重ねてこの度お騒がせをしておりますこと、大変に申し訳ございません。山田君2枚持ってきなさい